ぶっちゃっといたぜ。 敵の奇襲か。 エマドッチャ、かえって策の妨げだ。 彼は捨ておくとしよう。 注意していきましょう。兄上がいれば大丈夫だと思いますよ。高本が危うくなって支えてやってくれ。それが弟である前や元春の役目だからな。お前と高本、元春は毛利家の三本の矢だ。心を一つに束ねれば怖いものなしだよ。 出直してきやがれ。